愛称 FM ピパウシ第237回目の放送です茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし進行は私茅野史郎が担当します録音により恵庭市の FME 庭では毎週土曜日に帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます FM ウィングと FME 庭での放送の際には インターネットラジオでも聞くことができますイランカラプテートははじめましてあるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です明日11日は成人の日ですが私の住んでいるビラトリ町では1日前倒しで行い本日ビラトリ町中央公民館で成人式が取り行われていますコロナ禍により中止する自治体もありますが当庁では来賓を 少なくして行っています。アイヌ語で一月はトエタンネチュップと言います。それでは一時間お楽しみください。イランから来て地域のニュースのコーナーです。 本日一つ目のニュースは12月14日付北海道新聞うこちゃらん家のコーナーより札幌市在住川上めぐみさんの記事です私はアイヌ民族です平日はパートの仕事をして働き休みの日にイベントで歌ったり踊ったりとアイヌ文化を発信しています自分の戸籍をたどると最初に出てくる先祖の名前はカタカナのアイヌ語名です 途中、私から見て4代前からアイヌ語の名前と一緒に日本語名も出てきます。ああ、この辺りから同化政策が始まったのか、と胸が痛みます。突然別人になれないのと一緒で、自らの意思ではなく名前を変えられるなんて、とても大きな出来事だったんじゃないかと思います。明治期の同化政策により、禁止された死ぬ家、 女性の顔などに施す入れ墨も、ひいおばあちゃんが最後の世代です。祖母はしていませんでした。アイヌ語も二人の祖母は話していたそうですが、父や母、私は話せません。ですが、アイヌ文化はずっと昔から継承されています。例えば、現在も各地で先祖用の慰霊祭が行われ、儀式で使う殿とお酒や稲う、語弊も作られています。 私の所属する帯広カムイトオウポポ保存会は結成から56年間踊り歌儀式を若い世代に伝え続けています会員のほとんどが普段は働きながら休みの日にアイヌ文化のことをします休みが取れずそれぞれ儀式やイベントに参加できないことも多々ありますが一番は生活や仕事なので私たちはできることをコツコツと進めているのだと痛感します 子どもの頃に保存会に入っていても思春期になるとアイヌ文化から離れる人もいますが数年後に戻ってくることが多いです私もそうでした逃げるように地元を離れアイヌ文化からも離れたつもりでした引っ越した関東で二り仲間と出会いこれが再び私をアイヌ文化に戻すきっかけとなりましたアイヌを知らない人ばかりの土地で過ごすことは本当に気持ちが楽でした だからこそ、二人とも気兼ねなく語り合えたのだと思います。思い返すと、学生時代は、アイヌはいつもみんな、和人より、一つか二つ、もっとかもしれない、必ずマイナスで、常にハンディを背負っていたと感じていました。アイヌというだけでマイナスだと。頑張って頑張って、やっとゼロになる。みんなと肩を並べられるような。 でもそれは間違いだったと私たちはマイナスではないと気づかせてくれたのは仲間のアイヌでありアイヌに寄り添ってくれた和人でした私の推測なのですが実はいつの時代にもアイヌに寄り添ってくれた人はいて助けられ救われていたんじゃないかと思いますそして逆にアイヌも救う側助ける側でもあったんじゃないかと 多民族共生はずっと昔から常にあちこちにあり、お互いに助け合い、認め合い、心を癒していたのではないでしょうか。そんな優しい、温かい気持ちを持ち、誰もが個性を認め合いたくさんの多民族共生であふれたら、より良い時代がやってくるのだと信じています。そして昨年施行されたアイヌ施策推進法が今こそ役立つ時であり、この施策には期待する以外ありません。 差別的なな北海道旧土人保護法のよううに終わらないことを願うばかりです。民族共生象徴空間ウポポイもできアイヌが徐々に認知され先住民族に対し前向きな動きがあるようですが現状私にとっては何も変化が感じられませんいまだに「アイス」という文字がアイヌに見えびくっとしたり 春から約半年続いた高速道路や幹線道路にある電光掲示板の「白老にうぽぽいにウポポイ誕生」という文字に複雑な気持ちになったりこの電光掲示板からどんな会話が広がるのかアイヌってまだいるのアイヌって何なのかアイヌかっこいいよね国立博物館行ってみたいねなのか前者だったらその後の会話はどうなるんだろうと ネガティブな考えしか浮かばなくて本当はアイヌの国立博物館だなんて嬉しいもっともっとアイヌ文化が広まりアイヌのいる社会が当たり前になったら差別も減るかもしれないと喜びと希望いっぱいなはずなのに今までの経験が私のネガティブな発想をやめさせてくれない次世代にはもっともっと素晴らしい未来が待っていると信じ私は自分が今 でききることとをコツコツツ進めていきます本日2つ目のニュースは12月16日付北海道新聞より千島の戦士戦後詳細に川上淳札幌大学教授が北海道出版企画センターより千島通史の研究を出版した千島列島の戦士時代から 第二次大戦直後までを記述した国内で初めての通史前職の根室市学芸員時代から20年かけて完結した老作だ北方領土問題やアイヌ民族問題を考える上でも貴重な資料になりそうだ千島列島の旧石器時代から始まりオホーツク文化期、アイヌ文化期、近世江戸幕府近代の明治大正昭和そして第二次大戦 戦後のソ連軍によるる占領へ至る歴史を記述した。この間和人に抑圧されたアイヌ民族が放棄した国後し,しアイヌの戦いや日露の初の条約である日露通行条約樺太千島交換条約同条約を受けた千島アイヌの四股担島への強制移住など主要な事件出来事を多くの資料を示しながら書いている。根室氏は、 方領土返還運動の原点の地だが返還運動に進展がないのは千島の正確な歴史認識がないことも一因ではないかと思ったのがきっかけ2001年根室市博物館現根室市歴史と自然の資料館の開設準備室の定期研究論文誌に連載を開始し今年完結した出版にあたって新しい研究成果を一部追加した川上教授は 千島の歴史をできるだけ詳細に書いてみた今後の千島市研究のたたき台になればと語る戦前戦後の千島市に詳しい黒岩幸子岩手県立大教授は領土問題によって偏った見方をされがちな千島を歴史家の冷徹な視座で捉え直し列島の全体像を時系列で浮き上がらせた画期的な著書関係資料が網羅されており 今後のの島研究の進展にも寄与するるだろうと評価している本は英語版全712ページ9900円道内主要書店で販売中問い合わせは北海道出版企画センターまで本日3つ目のニュースは12月18日付北海道新聞よりトマトジュースおいしく飲んでビラトリ農協は12月16日 全道一の生産量を誇るビラトリトマトを原料としたジュース「ニシパの恋人」をビラトリ日高寮長に寄贈したジュースは順次寮長の小中学校や社会福祉施設などに配られるコロナ禍で日常生活が制限される子どもや高齢者らを応援しようと初めて企画1本1 9 0ムの缶ジュースをビラトリ町に9,000本日高町に6,000本贈呈した ビラトリ町役場では同日、中山組合長が缶ジュースを遠藤敬一町長に手渡した中山組合長はおいしく栄養価が高いジュースコロナ禍の中少しでも元気になってほしいと語り遠藤町長は一足早いクリスマスプレゼントでありがたい町民みんなで大変な状況を乗り切りたいと話していた本日4つ目のニュースは 12月23日付北海道新聞読者の声欄より札幌市小川早苗さんの声見過ごせぬ甘やかし発言同議会でアイヌの人々を甘やかしているのは国でありどうでありアイヌの人々自身ではないかとの発言があったと知り一瞬あっけに取られました政府は私たちアイヌ民族を 旧土人と蔑む保護法を作り先住民族としての権利を根こそぎ奪っていきましたしかもこの法律はやっと1997年に廃止されたのですアイヌ民族への人権侵害は続いており例えば大学が収集した遺骨の返還もアイヌ民族自身による訴訟で実現したものですアイヌ民族に謝罪した大学は少なく日本政府の支援も十分ではありません そもそも政府は今もアイヌ民族に公式の謝罪をしていません甘やかす発言の道義はその後過保護に訂正しましたが趣旨に変わりはなく見過ごせる問題ではありません道義は勇気を持って発言を撤回しまた政府は明確な形でアイヌ民族に謝罪してほしいと思いますお互いに良い未来を切り開くため 一緒に歩んでいきましょう本日最後のニュースは12月24日付北海道新聞より「島袋を確認されず」「ビラトリ町など森づくり1年」「ビラトリ町ビラトリアイヌ協会北海道森林管理局がアイヌ語でコタンコロカムイ集落の守り神」 と呼ばれる島マフクロウを町内に呼び寄せる森作り活動を始めてから約1年が経過した島マフクロウの姿は確認されていないが餌となる魚類の生息調査などを行った島マフクロウは国の天然記念物でアイヌ民族が信仰の対象として崇めてきた近年は森林伐採や農地開発などで 紅葉樹や餌となる魚が減ったことに伴い、個体数が減り、絶滅危惧種に指定されている。町子町の歴史には、町内にかつて生息していた記録があるが、1970年代以降は確認されていない。関係者は、専門家の指導の下、魚類の疎上を妨げる砂防ダムなどの障害物を現地で確認したほか、複数の河川でヤマメやウグイなどを採取して、 種類や大きさを記録野鳥の鳴き声からシマフクロウが生息しているかも調査し新たに3つの巣箱も設置したシマフクロウは現在道東を中心に生息するビラトリアイヌ協会の木村秀彦会長はシマフクロウが戻ってくるよう生息できる環境づくりを地道に続けたいと話す以上が本日のニュースですが四郎さんコメントをお願いします、はい えー、先ほど島マフクロの調査でですね、ビラトリではなんかまだ確認できてないと言ってますけれども、はい、今後に期待したいと思います。はい、ありがとうございました。担当は戦国裕子でした。<music> リノとイランカラプテて原田ス介セコロクレヘアンイランカラプテ木村里のセコロクレヘアンはいえー、っと今日の「リノとスケのポンノポンノ」なんですけど皆様あ、えー、けましておめでとうございますおめでとうございますえっとですね皆様尊勝はどのように過ごしましたか木村さんはどうですか私のソンカチは食べて 寝て食べて寝てを繰り返して終わりましたあいい損価値ですね僕の損価値はですね食べて寝て食べて寝て成長して過ごしました <laughs> みんなそうですね損価値っていうのは何ですか木村さん損価値というのは正月のことを意味していますあららそうなんですかはい、えー、そうですね損価値っていうのはしょう愛の語で、えー、正月っていう意味ですね 日本語の正月から、えー、正月、正月、ソ孫勝っていう風になっていったのかなと推測されております。<laughs> はい。えっとですね、皆様、えー、日本アイヌ語から日本語になった言葉結構ご存知だと思います。木村さん代表的なのは何かありますか。スサム。スサムなんですか。スサムは死者もという意味です。あらら。他にはありますか。 ハシカは。ハシカ。これはハシカはハスカップからハスカップです。ハスカップ。ああ、そうなんですね。他には何かありますか。コンプ。コンプ。コンプはなんですか、はい。ほとんどそのままの意味でコンブです。コンブのことなんですね。はい。あら、初めて知りました。 <laughs> まあこのようにあのアイヌ語から日本語になったあの単語は結構ご存知だ方は多いと思うんですけど今回はえ日本語から借用されてアイヌ語になったえ単語を紹介していこうと思いますイイはい。はい。ェイクイズ形式で言っていきたいと思いますので皆様もどうぞえ考えてみてください、はいはい、それではじゃあつ目を木村さんお願いしますはい 第一問です。はい。くんき。という単語は、何から、日本語のどういう言葉から、くんきでしょうか。うん、くぬぎですね。惜しい。しいちょっと。わかんないですもう一個,う一個。はい。正解は。ああ<ー>。くぎです。くぎ<ギ>。はい。くという言葉から、くんきになっているそうです。あら、そうなんですか。よくよく考えれば、ちょっと似てますよね。そうですね。くぎんぎん、くんき。 はいじゃあ2問目に移ります第2問目は知見知見これは何ていう日本語から来てるんでしょうかなんだろうな正解は <laughs>、はい、正解はマッチのことを「知見記」と言います、えー、マッチのことを「知見記」というと 日本語でマッチのことを「つけぎ」と呼んでいてその「つけぎ」から「知見記」になったとされていますああ面白いですねはいこれはなかなか面白いと思います <laughs> これちょっとあの法則っていうかルールがあって「はい、えとくぎ」とか「つけぎ」とかその濁音の単語がアイヌ語になる時はうんと間に「うの音を置いてその後は「静音」普通の音になる だから空気だったら空とぎの間に「ん」が入って「くん」「き」っていうふうになったり「つけぎ」だったら「つけぎ」の「ぎ」の前に「ん」がついて「つけん」「き」「ちけん」「き」っていうふうになるっていう法則があると言われておりますなるほどじゃあ3番目をじゃあ僕から言いますね「ちるい」「ちるい」「ちるい」 ちょっとわかったかもしれないです、ね、わかってきましたかはいもうこれはほぼほぼ日本語ですねはいじゃあ正解は何ですか「ずるい」「ずるい」おー「おおピリカー、えー、<laughs> そうですねこれも日本語の「ずるいが」が、えー、<laughs> アイヌ語にというか「なま」って「ちるい」というふうになったと言われておりますなるほど似てますね似てますかはいじゃあ次 カイ,ペチカイペチは何でしょう何ですかね想像がつきませんこれはでも北海道に住んでる人だったらちょっとわかるかもしれないですね野菜のことです想像がつきません想像がつきません、えー、正解はですねカイペチはキャベツのことですね なるほど分かってますか <laughs> キャベツはですね、えー、っと北海道方言で「海別」っていうふうに、えー、言われておりますこの前あの僕も札幌の実家に帰ってきた時にですね、うん、あの自分の父から「ここに海別あるな」って言われて「何言ってんだこいつ」って思ったんですけど <laughs> キャベツのことを言ってて、えー ああ海別っていうんだ北海道に住んでるけど初めて聞きましたいやそうですね僕ら若い世代は本当勉強不足というかいう、ね、僕らだけがそうかもしれないですけど <laughs> 全然知らないことが多いですね、まあ、あの北海道方言でキャベツのことを海別と言ってそれがまたアイヌ語に来て海別というふうになったんじゃないかなと思われます勉強になりましたはい、えー、じゃあ最後ですね、はい、ええー「こそんて」 こそんてこれもあのさっきの法則に従うともともと濁音が入ってた単語ですねでこそでおおこれは素晴らしいやったーすい<ご> <laughs> はいピリカそうですねこそんてはこそですそでまあ普通の着物より、まあ、袖が小さいものの 着物をすすんですけど、まあ、この「子ンて」っていうのがちょっと愛の文化ではあの重要なところのものでもありましてなんで,ですかあの、まあ、そうですね次,に次のコーナーでも「カムイユカラ」っていうのが出てくると思うんですけどその「カムイユカラ」っていう信用の中で、えー、こういう説一節があるんですけど「言わ、うん子孫て」「うこえくコころ」「ワンんソンて」ウコエクッコロ「おばねれひね」っていうのが。 まあ大体あの「カムユカラ」で出てくる「上東区っていうんですけどもえっとですね6枚の着物を着て帯を締めてまた6枚の着物を着て出かけていくっていう表現がカムユカラの中で多い上東区ですね。まああのイワンっていうのがアイヌ文化で言うとものが多い時に使われる表現でまあそれ くらい、えー、多い着物を着て出かけていくムイの、えー、人たちの、えー、表現が、うんえー、ありますアイヌ文化だと「六になるとたくさんっていうことになるんですね,そうですね多分あの自分の指では数えられない以上のものが,、うん、があると多いんだなとなるほどいうふうに言われておりますここそではいじゃあちょっとおさらいして今日はこの辺であれしますか、うんはい はいじゃあ「んきくんきくぎ」「くぎ」「ちけんきちけんきつけぎ」「つけぎ」「ちるい」「ちるい」「ずるい」「ずるい」「かいぺち」「かいぺち」「キャベツ」「キャベツ」「こそんて」「こそんてこそで」「こそで」はい今日はこの5つの単語を勉強しましたまた。 えー、この「ぽんのぽんの」でもアイヌ語なりアイヌ文化のことを紹介していきたいと思います、えー、はい、はい、それでは皆様、えー、今年もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますせーの「すい犬からあんろ」 カムイユからの紹介コーナーです本日紹介する作品はおきくるみトレシヒ大空に描いたコタンサケヘはアンナホーレホレホレ,ホレで語りは木村牛モンカさん録音は1961年昭和36年10月です茅野るのアイヌ神話修正第一巻カムイユから編一よりお聞きください আন্না হে 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 আৰ্কটাম্প আন্না হে হে আনে চেকা উন্ন আন্না হে হে এ তাম্পে কুটু ই পে চম আইতে কু নিপে চুইতে কু নীপটো কাৰিকা আন তেজু আন্না হে হে হদ আন আইনে তানে আনগ

किरुए नहीं ने आहुप आकुस ने ये ताकि आकुर तुरे सी आकुर को तंपो ऐ सिकार उन तंपे कुसु तुसु ते कुन इपसु ते कुन इपसा मौ ऐ नौ ऐ आनाहीने ऐ रायवनी वानी वानी यक मोशीर एवं पे कोतने আকৰ কটম্পতু নকা অৰকেৰে নকা অৰকে আন এৱা আহো ন কি নাহে তাক স্বয়ম পাহংকাৰ কি আন চেকৰ আনে কি বা কৌশ স্বয়ম পাহন Iki e ye e an si no an somba an ma karan wa ewan it an na ho e ho e ho nikoto otta san no poka ka akor kota anu akor noka o oka oro ke anu yeki wa si tu ene oka hi. শিশির মহকা আর পারুক ও মেঘনা তারা কে না সকা তার যুক্ত পারুক নেয়ুক্ত পাচিতে তেরকে রে আন্না হো হরে হরে শিশির মৌকা বেতন নাই তা আন্না হরে 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 ভগ্না হৰে হৰে টেপ কৈ কি কণী আন্না হৰে হাৰে কুকাই পা আন্না হে হৰে হেটকে নাচকা

気持ちよく穴のところおきくるみかむい金の高手の上からスケルペンの向かいの写真撮った <laughs> そこに死んだおきくるみかむいそれ妹と二人していた人が今度スケルペンのことはきちんになっていくものもない時におきくるみかむい富川の浜へ行って魚取ってあのクジラ取ってきて今度炊いて 今度大きなお椀いっぱいに入れてしけるべの子大社一軒一軒運んで塔から入らないけマントから出たけたしてこうのんばした時に貧乏の馬カな男がその女の手ばっかりでもそれこそどんな顔な人たべなと思ってその手ばっかりも惚れてて先にお椀と取る前に手取った時にそれ今度クルメカムに怒ってしまってそれ今度。

解説を行います「おきくるみトレシヒ」「大空に描いたコタン」「おきくるみと妻」「かっこ妹である私は以前アイヌの村に暮らしていたが理由があって今は神の国へ帰ってきている」「けれども私は前に暮らしていたアイヌの村が懐かしくて懐かしくて食べ物も喉を通らないほどであった」「心配したおきくるみは私のために」 猿川の様子を二つの絵三つの絵として描いて見せてくれた野には鹿が駆け回り川には魚がひしめき合い人々は豊かに暮らしていた私がとても爽快な気分になった途端に画像がパッと消えたそして私はすっかり元気になったとおきくるみの妻が語ったカムイユカラやユカラでは 尊敬と親しみの念を持って自分の妻を妹夫を兄と表現することがあるこの話はその例の一つまた川に魚がひしめき合う描写が細やかで詩的に表現されているアイヌ民族はテレビのことを大昔から心に描いていたのかもしれない以上が「おきくるみチュレシヒ大空に描いたコタン」の解説でした。 以上でカムユからの紹介コーナーを終わります担当は千石裕子でした茅野茂二二谷アイヌ資料館からのお知らせです 1993年に開設した当館では、茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された4000点余りのアイヌの民具を展示しております。2階には、茅野が世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり、入手したりした世界各地の民芸品も展示しております。また、茅野茂検証コーナーを設けており、 書斎の様子も再現しております。館内では、茅野がテープレコーダーをリュックサックで背負って、往年の淵、絵菓子を訪ね、収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見ることもでき、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。館長在館時には、ご要望に応じ、館内をご案内することもできます。 町立アイヌ文化博物館、ビラトリ温泉湯からとともにぜひお立ち寄りください。FM ピパブシ、リスナーの皆さん。 イラン・カラプテッ。木村文夫の言いたい放題の時間ですが、今日は私事から入ってみたいと思います。長い間、私たちを見守り続けてくれた我が家の守り神、チャペ。猫のチッチ・カムイが新年早々、女房の献身的な介護のもと、 24歳の生を閉じ、どこかへ旅立っていきました。24年間、私たち家族を癒し、見守ってきてくれたチッチカムイ。言葉に尽くせないほどの思いが、より家族の悲しみを誘いました。チッチカムイよ、私たちには永遠です。本当にやいらいけれ。 えー、それでは、リスナーの皆さん、いらんからプテ。新年に入ってもコロナウイルスに衰えが見えません。むしろ勢いが止まりません。そして、世の不正義に対しても私の怒りは衰えることがありません。いつになったらこの怒りが収まるのか。 知り合いが私を案じ、こう言います。日本政府を信用するなとこれまでのアイヌ政策は無論のこと。政府の対応はまさしくその通りです。私は遺骨問題は、アイヌも日本人も人としての根幹にあるものとこれまで言い続けてきましたが、魂を侮辱、 組みつける非人間的な国、自然、文化、提質人類学会のこの者たちには、取ったものは返し、謝罪をするという、物事の道理が全く理解できていないようです。昨年12月、私たち、ビラトリア愛の遺骨を考える会。 人類学者の遺骨研究を考える会、先住民族、アイヌの声実現実行委員会、3団体と国会議員、県民主党の理解ある方々と、共に私たち同胞の遺骨と対面をさせてもらいたく、国との接触を重ねながら、ウポポイにある慰霊施設へ出向きましたが、 何ととしししても不都合のの詰ままったた施設の扉を開けようとしませんでした日本政府はアイヌに対して詭弁ごまかしの対応をいつまで続けるのでしょうか返還を拒めば拒むほど世界中に恥をさらすことがこの人手なしたちには理解ができないようです。 ヌストに何の権限があって、私たちの同行との対面を拒むのか。世界の遺骨返還の潮流からしても、何とも不可思議な対応です。私は何度も何度も繰り返します。アイヌ問題、加害者は誰で、被害者は誰かをしっかりと認識することです。 北海道議会議員、道美氏の不適切発言においてもしかりです。日本人は自分たちの歴史的不正義を振り返りもせず、どこまで、いつまでアイヌ民族を侮辱、馬鹿にするつもりなのか。リスナーの皆さん、今、中国がウイグル族、香港に対して、 自由民主主義、人権を無視する施策を取り続けていますが、ウイグル族に対する植民地主義施策は、日本政府が明治以降アイヌに取った政策そのものです。中国、そして日本政府よ、恥を知れと大声で叫びたい心境です。日本政府は、 国策にて違法に同胞たちの遺骨、人権、尊厳、魂を研究目的に略奪したという歴史的不正義を揉み消すために奇弁、ごまかしを続けてきましたが、研究の自由を盾に今なお研究を推進しようと企んでいます。遺骨とは、 人間であり、人権を無視することは、あいのは無論のこと、ましてや、日本人が所有したり利用したりすることのできないものであるという、当たり前のことを、まずは認識することです。今日は、私の親しき大先輩、日本人の絵菓子の著書から、語るも腹立たしい文を、しらやげてみました。 切り口はこうです。世界で最も恩和な民族とありますと。万老博士は世界で最も恩和な民族はアイヌであると言っていたようです。私は昔、生きていれば110歳になる祖父、母の父にアイヌに嘘をつくことを教えたのは和人であると。 聞かされたことがありますその頃はそんなものかと思っていましたが歴史的に少し勉強するとアイヌは歴史上損得利害上の嘘をつく必要のない環境にあった民族であったと思いますそのアイヌたちに対してどのようにして嘘を教えていったのか 1600年代以降のごまかし者。明治期からの内国植民地主義施策は言うまでもなく、無ごたらしいものであったが、私、私が子供の頃から、和人のアイヌに対するごまかしに、アイヌ感情、目の子感情というのがありました。これは進出の解約、 決算のごまかしといった不正義を言うのですが、アイヌ感情とは、はじめに始まりといって一つ取り、一、二、三と十まで数え、最後におしまいといってさらに一つ取るという教え方です。という和人の計算法に不慣れなアイヌの弱みにつけ込んだ詐欺ではあるが、時には、 5とのの間に中を入れて数えるものまでいたと言いまます。また、酒を水で2倍まで薄め一たるを二樽にしたりあイヌが宝物として珍重する飾りたちも木に金箔を貼った偽物を渡したのですそして交易の最後に行われる決算総勘定の祝いの席では アイヌに酒を飲ませて酔っている間に計算をごまかしそれを貸しとして記録し翌年には利息をつけて何倍もただ取りするといった不正が行われていました酒にまつわる話では昭和年代の戦後でもアイヌが酒屋の前を酔って通ると貸付帳に記入しておいて後で請求し 払えなければ余計もない電池電波だを取り上げた話はよく聞かされたものでした。こうして嘘をつくことを知らない世界でも最も恩和な民族を、蔑視と差別を繰り返し発展してきた北海道の歴史は何だったんだろうと思う今日この頃ですとあります。 80, 80を過ぎたアイヌの歴史に詳しい私,私の親しき先輩、生かし、日本人が語ってくれました。これがアイヌがたどり、たどらされてきた紛れもない、馬鹿げた歴史の真実なのです。この話を聞いて、リスナーの皆さんにも何かを感じてもらえたらと思います。道議会議員の道見氏。 ネット上でヘイトを繰り返している輩には特にアイヌネロアンアイヌ人である人として感じてもらいたいものです。木村文雄の言いたい放題の時間でした。 おつたぬ、小松和弘コラアイプリオリシュペネルウェネ。アシバアウクはオンカミアナハンケコタンタトゥコタンタ。ピパウシヌワウンコレウタエチオピタエチワンケのエチオカイヤ。え、クワニアナク、ビラタリ調律、シュウ小学校エサパネクル、小松和弘クレヘアン。え、次は、 小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話の時間です新年明けましておめでとうございます近くの町遠くの町で FM ピッパ牛をお聞きの皆さんお元気でいらっしゃいましたか私は新骨小学校で校長しております小松と申します新年を迎えました えー、さて、えー、今日はアイヌ語の新年の挨拶についてお話をしたいと思いますアイヌの人たちの間に今のような暦が入ってきたのはいつ頃なのか分かりませんがアイヌ語にもお1月から12月の呼び名が残されていますえー、呼び名は「あ。 時節に応じた環境の様子季節に応じてすることなどから名付けられています例えばビラトリ町のあるサル地方では1月をトエタネチュと言いますが日が長くなる月という意味ですそれから正月は 祈る月という,う意味です元旦は祈みとと言いますお祈りをする日だったんですねそれでは新年の挨拶言葉をいくつかあ紹介してみましょうまず一つ目、えー、田村鈴子さんの アイヌ語サル方言辞典の中で、えー、紹介されているものです春骨の近くにお住まいだった鳩沢和手家さんの挨拶があ紹介されていますアシリパアウクはオンカミアンナ新年を迎えて礼拝しましょうまあ新年おめでとうという,う意味の言葉です それから二つ目です。茅野しげるさんの「茅野しげるのアイヌ語辞典」の中で紹介されている言い方です。「アシリパオッタウェランカラップアンペレナ」「新しい年正月にご挨拶をするものですよ」という言葉です。 この「ウェラン・カラッパンは」は私たちがお互いに挨拶し合うという意味です昔の作法による改まった挨拶をする時に用いられる言葉だと言われています今では「イラン・カラプテイイラン・カラプテイ」と言ってお互い挨拶していますがもともとは「イラン・カラプテイ」には「 ウェランカラッパになーとか言ってうやうやしく礼拝して、えー、挨拶していたあものでしたそれからあ3つ目です、えー、言語学者が共同して編纂した「アイヌ語方言辞典」というのがあるんですけどもその中にあるう表現です。 アシリパアウクはアコオンカミ猿地方の語り手による言葉ですアコオンカミは私は何々に礼拝するという意味ですこれも新年を迎えて礼拝しましょうという意味の言葉になります神にお祈りするのでしょうね、うん アペフチカムイにお祈りをしたんでしょうかそれからもう一つアシーパエクアアンフンピリカこれは帯広地方の語り手の言葉ですフンは音漢字というような意味ですですから 新年が来てよくなりますようにぐらいの意味でしょうかそれから4つ目これは釧路アイヌ文化講話会の「アイヌ模試」というカタカナアイヌ語だけで書かれた本ですこの中から「 福路市春鳥出身の山本拓祐さんと、私が住んでいる新骨出身の鍋沢元蔵さんの言葉の一部を紹介します。これ、1959年1月1日、鍋沢元蔵さんからの年賀状です。アシリパオタイランからたき、アシリパアウクは 新年のあいさつの言葉新年を迎え本当に嬉しく思っていますという意味のお言葉ですそしてこれに対して、えー、同じ年の1月7日に山本太助さんからああ年賀状が出されています「足いっぱおった」 アシリカンピパセノポイアイライケアン新年に年賀状大変ありがとうございますという返事の年賀状ですはいそれから最後5つ目ですけどもこれあのまあ随分最近ですけどもサマニでサ,サマニ民族文化保存会長の 熊カネさんが使っている言葉なんですけれども「パピリカ」「ピリカパ」という短い言葉です、えー、分かりやすい、えーえー、言葉だなと思いますまあ「アシーパ」「ピリカパ」「新しい年」「良い年」なんていうような使い方はあいかがでしょうかさて 正月は過ぎてしまいましたけども、新年の挨拶でアイヌ語を使ってみてはいかがでしょうか。ということで。羽根宮君、たんたんなくね、パックの格パスのぽいあいらいけれ。それでは、今日の私の話はここまでです。大変ありがとうございました。 シネチュプタシカマレノカンナスイエフムピパウシヌアウンコレヤナニスイウヌカランの来月もまたエフムピパウシを聞いてくださいねまたお会いしましょう 第237回目の最後のコーナーとなりますそれでは本日の放送の感想を聞いてみたいと思いますえー、原田さん今日の感想をお聞かせくださいどうぞはいえー、っとですね今日印象深かったことは地域のニュースのところで、えー、川上恵さんの、えー、ちょっと文にあの僕も共感するというか 高速道路でウポポイができるという表示があったと思うんですけど、それを見てどういうふうに皆さん思うのか、やっぱりあのネガティブな思考になりがちなところも分かるんですけど、まあ、だんだんあの世代を経ていくことに、そういう差別意識は薄れていっているように感じて、えー、僕はおりますので、まああの、だんだんと前向きに進んでいけたらいいなと。 今日は感じましたはいありがとうございます、えー、それでは木村莉乃さん感想をお聞かせくださいどうぞはいまず自分のコーナーの感想なんですけどなんかいつもよりちょっとラブにやっちゃった感じはあったんですけど <laughs> 楽しくできたのでよかったと思いますで印象に残っているのは私も地域のニュースのコーナーになるんですけど川上先生が本を刊行されるということで 私が札幌大学にいたときに、とてもお世話になった先生なので、すごい興味があって。聞かせていただきました。お世話になりました。<laughs> はい、おめでとうございます。<laughs> はい、ありがとうございます、えー。それでは、千石さんから感想を一言お願いします。はい、えー、っと、イランからプテはだいぶ、あの浸透してるんじゃないかなと思うんですけど。この新年の挨拶とかも。 ちょこっとなんか使えたりとかするといいのかなと思ったりしてなんかでも、いろんな言い方があってなんか難しいなと思ったんであので熊谷かねさんのやつ短くて何でしたっけアシリッパーピリカパ,リパーこれなんかシンプルだし響きもなんか可愛いのでいいなと思ってちょっとあの今月中少し使おうかなと思ったりしました。はい えー、今日はです、ね、ニュース、その他いろいろなあ木村文夫の言いたい放題などでも指摘があったんですけども例えば同議会議員の、ねはい、まあ悪意には満ちていないけどちょっと認識不足によるその発言とかねあと文夫さんが言っていたのは遺骨を返還してもらってウポポイの慰霊施設を見学させてくれると 見えなかったと、うん、それすごいやっぱりちょっと怒ってましたね、うん、何のための施設なんだというようなことも言ってましてね、まあ、私もその点はねちょっとなんで国ってそんな固い頭なんだってもともとアイヌ民族が研究材料として集められた骨でしょ、うん、でそれを慰霊するっていうんでウポポイに戻ってきたのにでそれを慰霊したいという文雄さんを。 入れない,っていうのは本末先頭だと思ううんだだよねからその辺はあの文おさんもラジオの中ラジオっていうか、えー、先ほど言ってましたけども、うん、その認識がおかしいんだと思うんだよね、うん、そうですね国とか道とか一般の認識が、うん、だからもし自分の先祖がそういうふうにされたらどう思うかっていうその想像力の欠如だと思うんだよね、うんうん、だからぜひとも 本当に考えなきゃいけない問題だなと私なんかちょっと思ってます、うん、まあ先ほどあと原田さんの指摘もありましたけどもあの川上恵さんねうん、うん、あの人はもう前向きだよねやっぱりねうん、うん、将来に向かって頑張っていこうみたいなねうん、うん、だからああいう若者が出てくるのとあと周りの理解がねで理解が深まればすごいいいなと。 いうふうに思ったりしております。はいはい、はい、それでは F.M. ピパウシからのお知らせを千葉さんからお願いします。はい、F.M. ピパウシからのお知らせです。F.M. ニブタニ放送愛称 F.M. ピパウシは月に1回、主に第二日曜日、ビラトリ町ニブタニより76.1メガヘルツでお送りしています。F.M. ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により。 帯広市の f m ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中恵庭市の FME にはでは 77.8MHz で毎週土曜日に放送中これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけますさて f m ピパウシでは皆様からのご意見ご感想その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしておりますホームページの方から電子メールでお送りいただくか お手紙おはがきなどをお送りくださいお便りの宛先は郵便番号05 5 0 5の0 1 0 1北海道猿郡ビラトリ町二二二二二子ども図書館宛 FM ピパウシまでお寄せください FM ピパウシ第237回目の放送もお別れとなります次回は2月14日の午前11時から正午までです次回もお楽しみに 弱いないけねえ